平野翔効果が凄す,すぎる。緑人ンソーダの売り上げが200%超えの衝撃的な理由。平野翔とナンバーアンダーライン愛の魅力が結集。緑人ンソーダビアボールの CM が大きな注目を浴びる理由とは平野翔さんが CM キャラクターに就任してからというもの、サントリー、緑人ンソーダの売れ行きがとんでもないことになっているらしい。 2月5日から18日までのわずか2週間で、なんと対前年比約2.3倍という驚異的な売り上げを記録したというのだ。ゴールデンウィーク明けにもその勢いは衰えることなく、2倍以上のペースで売れ続けているというから驚きだ。一体何が、ここまで人々の心をつかんでいるのだろうか。もちろん、平野さんの存在は大きい。 ナンバーアイとして絶大な人気を誇り、俳優としても活躍する彼は、まさに時代の長寿。爽やかな笑顔と親しみやすいキャラクターで、老若男女問わず愛されている。今回の CM でも、彼の魅力が遺憾なく発揮され、多くの人の目に留まったことは間違いないだろう。しかし、それだけではない。緑人ソーダは、 日本人の味覚に合うよう開発された食事に合う爽やかな味わいが特徴だ。従来のジンソーダのイメージを覆す甘すぎずスッキリとした味わいは特に若い世代や女性から支持を集めている。サントリーは緑ジンソーダの発売当初から SNS やデジタル広告を駆使したマーケティング戦略を展開してきた。 ターゲット層に合わせた情報発信を行うことで、認知度向上に成功したと言えるだろう。平野さんの起用は、その戦略の仕上げとして完璧な一手だったと言えるかもしれない。興味深いのは、サントリーは、緑人相ダの売上げの伸びを、ある程度予測していたということだ。大阪工場に55億円を投資し、工場全体の生産能力を2.6倍に、 人間量主の生産能力は2倍に増強している。平野さん効果があっても2倍の生産量があれば十分に対応できると考えていたのだろう。しかし、現実はその想定を遥かに上回る結果となった。これは、平野さんの影響力はもちろんのこと、緑人ソーダ自体の魅力、そしてサントリーの戦略が見事に合致した結果と言えるだろう。 消費者の心をつかむには、ただ有名人を起用すればよいというわけではない。商品力、マーケティング戦略、そして時代を読み取る力、これらの要素が完璧に組み合わさって初めて、爆発的なヒットを生み出すことができるのだ。5月11日からは、平野さんと共にナンバーアンダーライン愛として活動してきた神宮寺ゆ太さん、岸優太さんの3人全員が起用された、 ビアボールの CM がスタートした。放送前から大きな話題となっており、こちらも緑人ソーダ同様、生産ラインがパンクするほどの売り上げが予想されている。3人の魅力が今度はビアボール2度のような影響を与えるのか、注目が集まっている。緑人ソーダの快進撃は単なる一時的なブームで終わるのだろうかそれとも、 新しい定番商品としての地位を確立するのでしょうか平野さん、神宮寺さん、岸さんの3人の活躍とともに、今後の展開をじっくりと見守っていきたい。しかし、忘れてはならないことがある。それは、どんなに優れた商品やマーケティング戦略であっても、最終的に商品を選ぶのは消費者だということだ。消費者の心をつかむのは、 商品そのものの魅力はもちろんのこと。その商品が提供する価値、そして企業が発信するメッセージだ。企業は常に消費者の変化を敏感に感じ取り、それに応じて進化していく必要がある。平野さん効果は私たちに多くのことを教えてくれる。それは時代の変化を読み取り、それに対応することの重要性、そして 消費者の心をつかむための努力を惜しまないことの大切さだ。企業は常に挑戦を続け、消費者に寄り添うことで、初めて真の成功をつかむことができるのではないだろうか。緑人ソーダの成功は、近年の種類業界における大きな変化を象徴しているとも言えるだろう。かつては、ビールや日本酒といった定番種類が市場を占めていたが、近年は、 消費者の思考の多様化に伴い、RTD、レディートゥ to d r i と呼ばれる、缶中杯やハイボールなど、手軽に飲めるアルコール飲料の人気が高まっている。緑ジンソーダも、この RTD 市場に参入した商品の一つだ。しかし、ただ手軽なだけでなく、食事に合う甘すぎないといった、従来の RTD にはない価値を提供することで、 消費者の心をつかむことに成功した。これは既存の枠にとらわれず、新たな価値を創造することの重要性を示していると言えるだろう。平野翔さん、神宮寺優太さん、岸優太さんの3人が出演する CM も、従来の種類 CM のイメージを覆す斬新なものだ。3人の自然体な姿や、軽快な音楽は、若い世代を中心に、 新鮮な印象を与えている。これもまた、既存の常識にとらわれず、新しい表現に挑戦することで、消費者にインパクトを与えることができるという恒例と言えるだろう。緑人相打の成功は、種類業界だけでなく、あらゆる業界にとって重要な示唆を与えてくれる。それは、時代に合わせて変化すること、既存の枠にとらわれず、新たな価値を創造すること。 そして、消費者の心をつかむための努力を惜しまないことの大切さだ。これらの要素を兼ね備えた商品やサービスだけが、これからの時代を生き抜くことができるのではないだろうか。私たち消費者は、商品やサービスを選ぶ際、どのような基準で判断しているのだろうか価格、品質、デザイン、機能性、様々な要素があるだろう。しかし、 最終的に私たちが心を動かされるのは商品やサービスを通じて得られる体験ではないだろうか。緑人ソーダはただ喉を潤すための飲み物ではない。爽やかな香りと味わいは食事をより美味しく楽しい時間へと消化させてくれる。そして CM で流れる平野さんたちの笑顔は私たちに明るい気持ちを与えてくれる。 緑人相談は私たちに多くの問いを投げかける。企業はどのように時代に合わせて変化していくべきなのか消費者にどのような価値を提供できるのかそして消費者に最高の体験を提供するにはどのような努力が必要なのかこれらの問いに対する答えを探し続けることがこれからの時代を生き抜くための鍵となるのではないだろうか 緑ジンソーダの成功は近年の種類業界における大きな変化を象徴しているとも言えるだろう。かつてはビールや日本酒といった定番種類が市場を占めていたが近年は消費者の思考の多様化に伴い RTD レディートゥードリンクと呼ばれる缶中杯やハイボールなど手軽に飲めるアルコール飲料の人気が高まっている。緑ジンソーダも この RTD 市場に参入した商品の一つだ。しかし、ただ手軽なだけでなく、食事に合う甘すぎないといった従来の RTD にはない価値を提供することで、消費者の心をつかむことに成功した。これは既存の枠にとらわれず、新たな価値を創造することの重要性を示していると言えるだろう。緑人相だの成功は、種類業界だけでなく、 あらゆる業界にとって重要な示唆を与えてくれる。それは時代に合わせて変化すること、既存の枠にとらわれず新たな価値を創造すること、そして消費者の心をつかむための努力を惜しまないことの大切さだ。これらの要素を兼ね備えた商品やサービスだけが、これからの時代を生き抜くことができるのではないだろうか。